し、必殺技ゲージも溜まったな。試してみるか。行くぞ、ゲイルスラッサー。思った通りに進まない。何やってんだあいつ。打ち上げ花火。くそ。また対戦しよう。報告ご苦労、たくむくん。春雪くん、ため息が大きいぞ。気にすることないわ、タラスさん。今までの飛び方とは根本的に違うんだもの。戸惑って当然です。簡単に使いこなされてはむしろ私の立場がありません。まずはコツをつかむ努力をしてくださいね。さて、他に報告のあるものは。あの、どうした、チューリ君。今日はちょっと部活がハードで。すみません、先に落ちてもいいですか。うん、そういうことなら仕方ない。ここで伝えることがないなら構わないよ。ごめんね、みんな。お先に。まだ仲直りしていないのか、春雪くん。たくむくんから見てどうだ。僕には勤めて普通に接してくれていますが、春と能見に関する話題には過敏になっている気がします。意図的に避けているというか。そうか。私と風子もあまり首を突っ込まない方がいいのだろうな、きっと。もちろん我々はダスクテイカーこそが能見であり、春雪くんを追い詰めようとする張本人だと考えている。しかし千百合くんとこの話をするとき、春雪くんに肩入れした物言いになってしまっては、ネガネビュラス内で彼女の居場所がなくなってしまうだろう。と言いつつ結構長引いてきてるよね。謝ることじゃないよ、もどかしいだけさ。何より能見の問題が解決しないことにはね。そうだな。千百合君に関しては進展があったらすぐ知らせてくれ。ゲイルスラスターの習得にも努めてくださいね。アドバイスはいつでもしますから。それでは今日はこれにて解散。いやー、違う、右じゃない、左。そうそう、こっち。これ、なっちゃったよ。復活まで1時間も何してよ。それにしても、翼で飛ぶのとも乗り物に乗るのとも感覚が違うんだよな。少しずつ良くなってきたけど、レイカー師匠の期待に応えられるレベルには遠く及ばないな。いや、まだまだ、もっと練習しないと。うわー、飛べ、ゲイルスラスター。カラスさん、その調子です。そのまままっすぐ飛んで正面のオブジェクトに沿って旋回して戻ってきてください。はい、師匠。師匠が言った通り、進行方向をよく見ながらタイミングを見計らって体重移動。やばい、ぶつかる。うわー、失敗か。
お疲れ様でした。見事な衝突でしたね。少し休憩にしましょうか。すみません。でも徐々に良くなっていますよ。シルバークローの翼とゲイルスラスターでは推進力の仕組みが全く違います。まずはそれを体で理解すること。焦っても始まりませんよ。分かってはいるんですけど。焦っちゃいけないと意識しすぎることも逆効果です。一旦頭を空っぽにしましょう。はい。そうですね。例えばこういう休憩中に空を見上げてみるとか。空ですか？こうしているとスーッと気持ちが軽くなりません？そうですね。空が高いな。この青はどこまで続いてるんだろう。加速世界でも現実世界でも空はいろんな表情を見せるけど、見上げると不思議と心が静まる気がする。カラスさんは空を飛んでいる時に何を考えていますか？何をですか？あんまり考えたことなかったかもしれません。いつも戦うのに精一杯で、ブレインバーストをインストールする前の方が空への憧れは強かったかな。僕の場合はただの現実逃避ですけど。師匠は何を考えていますか？私は、そうですね。カラスさんはイカロスの神話を知っているかしら？名前だけはなんとなく。ギリシャ神話に登場する空を飛んだ青年の名前です。あの青に焦がれて焦がれて、人の精神をも振り切り、もっと高く、誰よりも高く飛びたくて。願いがただの欲望に変わった時、イカロスは天罰を受けて翼を失うのです。私は愚かにも大切な人を傷つけてまで自分の欲望を優先してしまった。翼を失うのも当然ね。師匠？暗い話をしてごめんなさいね。カラスさんには誰かのために飛んでほしいのです。そのための協力は惜しみません。ありがとうございます。さあ、もう少し休憩したら特訓再開です。ビシバシ行きますから、そのつもりで。はい。その後ゲイルスラスターの調子はどう？そっか、実戦を積んで慣れるしかないだろうね。よければ付き合うよ。新宿でも行ってみない？適当な相手を見つけてタッグデュエルとか。じゃあ今度の金曜とかどう？じゃあ金曜日に。おかげで対戦相手に不自由もなさそうだ。この辺りで行ってみるかい？へえ、お前がシルバークロー、有田晴之か。アバターと違って、どんくさそうなやつだな。何の話かわからないな。てめえに言ってるんじゃねえよ。そっちのチビのことだ。シルバークロー、お前満足に飛べなくなって激弱らしいじゃねえか。無理して加速世界にしがみつくことないんだぜ。俺たちが根こそぎポイントをいただいてやるよ。それでお前はブレインバーストを忘れられる。綺麗さっぱりな。なるほど、フィジカルノックってわけか。リアルで襲撃を仕掛け、戦闘を無理強いし、ポイントがゼロになるまで奪い尽くす行為。詳しいな。残念だが、逃がしはしないぜ。わかった。戦えばいいんだろ。僕もタッグを組んで参加する。クローのポイントに加算して、僕のポイントも持っていけばいい。
その代わり直結して上でサドンデスデュエルが条件だ。へえ、ずいぶん意気がってくれるじゃねえか。ハルは黙ってて。僕も君たちもお互いのリアルの顔を知ってしまった。どちらにしても今後戦いにくくなることは避けられない。だったら潔く決着をつけようじゃないか。飛べないカラスとどんくさそうなメガネか。いいだろう、むしろ話が早くて助かるぜ。そういうわけだからハル、実戦で練習するつもりが超真剣勝負になったみたいだよ。無事に二人で戻ってこられるよう師匠からの預かり物を活用してほしいな。こっちだ、ついてこい。覚悟は決まったか？直結するぞ。ああ、多分ね。自分たちから仕掛けてきて、返り討ちでブレインバーストを失ったんだ。ショックは大きかったと思うよ。おそらくどうなることかと思ったけど、うまくこっちの提案に乗ってくれて助かったよ。下手するとリアルの腕力に訴えてボコボコにされてたかもしれないからね。そうだね、冷静に考えると震えが来るよ。でもああするしかなかった。負ける気もしなかったしね。うん、それはいいんだけど、ハル、本当にあの二人組に心当たりはないんだね。じゃあどうしてハルのリアルを知っていたんだろう。まずはマスターに報告だね。君たちは事の重大さが分かっているのか。最悪の PK 集団スーパーノヴァレブナントのメンバーと真っ向から勝負するなど、これが落ち着いていられるか。今こうして私の前に二人が揃っているからいいものの、もしサドンデスデュエルで負けていたら、心臓が縮み上がる思いだ。軽率な行動をとってすみませんでした。反省しろ。次にこんなことがあったら全力で逃げろ。そして私を呼べ。相手をずっとずたにしてやる。わかったな。春雪くん、しつこいようだが相手に心当たりはないのだな。そうか。失礼、春雪くん。ちょっと直結するぞ。うるさい、黙れ。ん？これは、やはり。うん。まずは直結ケーブルを抜くぞ。君、最近ソーシャルタグアプリをインストールした覚えは？されている。鍵はかかっているがな。ポップアップ項目に入力されている情報は、有田春之、私立梅里中学校2年、ネガネビラス所属、シルバークロー。同じアプリを持ちキーを知る者なら、いつでもどこでも君のタグを見ることができたというわけだ。もちろんスーパーノヴァレムナントの連中は自分の情報を空白にしていただろうが、相手からは君がクローだと一発で分かったはずだ。つまりハルはこのアプリをインストールしてからこの方ずっとリアル情報とアバター名を頭上に浮かべながら歩いていたというわけですか。正確にはアプリが実行されてこの方だがな。
春雪くん、春雪くん、よかった。急に体をビクッとさせたかと思ったら、しばらく反応がなくて焦ったぞ。何があったの？いたずらか。悪質にも程があるな。脳みでしょうか。他に考えられないな。春雪くん、脳みからメールを受け取ったことはないか？そこにウイルスのようにアプリが仕込まれていた可能性がある。 PK 集団はおそらく春雪くんに仕掛けられた罠を知っていたのだろう。狙い撃ちにされたのかもしれない。ニューロリンカーに直接触られたこともあるわけないか。外出中に首から外して放置したようなことは。この前君は海で水泳の練習中に外していただろ。あの時は私が見張っていたが。じゃあ能見はどこでこのアプリを仕込んだんでしょう。またこのパターンか。人の神経を逆でし、最後の最後で証拠は残さない。それでそのアプリは。春雪くんは念のためしばらく見知らぬ場所には行かない方がいい。家族世界最大の禁忌であるリアル我を楽しむような行動を取るとはな。これは我がレギオンへの宣戦布告と受け取った。そしてやることの派手さ、謎の多さから脳みが一匹狼のバーストリンカーだとは考えがたい。脳み聖地、奴は一体何者なのだ。君はどうした？陸上部の練習が忙しくてどうしても欠席したいと連絡がありました。あらあら大変ね。仕方ない、本日はライムベル抜きの戦闘となる。気を抜くなよ。またいつでも挑んでこい。ご苦労だったな、みんな。今週はライムベルの欠席やシルバークローエのリアルアタックなどアクシデントが続いたが、よくやってくれた。さっちゃんから話は聞きました。大変だったわね。そうだね。本人の意思や責任と関係なく標的の人間を家族世界から抹殺する。 PK は極めて忌むべき行為だ。だがな、春雪くん、たくむくん、たとえブレインバーストが失われても、私たちがこの数ヶ月で培ってきた絆までもが消滅するとは思えない。それはここにはいない千織くんについても同様だ。ブレインバーストが育むものは加速世界での力や能力だけではないと私は信じている。明日の陸上部の全国大会が終われば千織くんも体が空くだろう。来週のレギオン戦は活躍してもらわなくてはな。それでは本日はここまで。解散。おはよう、春雪くん。すまない、夏休みも最後の週だと思うと時間を無駄にしたくないと思ってしまってな。こんな朝っぱらから君をダイブコールで呼び出した理由なのだが、夏休みの宿題の進み具合はどうだ？それが終わった？
宿題を全部か？素晴らしい。それでこそ我がレギオンの一員だ。学生の本分を全うできない者はネガネビラスを名乗るべからずだ。感心したぞ。本当は宿題を見るという大義名分のもとに共に時間を過ごしたかったのだがな。いや、何でもない。そうだ、春雪くん、今日はこれから空いているか？家にお邪魔してもいいかな？せっかくの機会だ、宿題のチェックをしよう。宿題の精度を高めるためにも第三者のチェックは有効だぞ。より完璧を目指そうじゃないか。ではまた後でな。うん、いいだろう。宿題は完璧だ。よく頑張ったな、春雪くん。頑張ったご褒美だ。一緒にお茶でもどうだ？ごちそうするよ。